おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1062です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、まあ前回もね、ロボット魂絡みだったということで、ロボット魂、そして、今回紹介するやつはですね、一応シリーズ、まあ言ってしまうとバージョンアニメ、そちらの、中でも水陸両用といったら、まああれかなっていうやつの次って感じかな。はい、何言ってんだろうね。それがこちら、じゃん。はい、こちら、ロボット魂の、サイド MS ナンバー217、MSM03 ゴックバージョンアニメ、はい、こちらですね。はい、で、一応ね、先ほども言った通り、ロボット魂のこのバージョンアニメシリーズの水陸両用モビルスーツといったら、最初に、ね、出したのがシャーセイオズゴックだったかな。で、その次に量産型ズゴック、そして3体目、まあ同じね、ズゴックという括りにしてしまえば実質2体目なんですよね。こちらが、まあ、出ましたという感じです。で、今こちらね、パッケージに載ってる通り、まあ、こちらね、ゴック、こう手に持ってますね。これはこちら側についてるっていうことですね。このゴックの方についてる、これハイパーハンマーかな。だからこういう武器セットみたいな感じで別途出すんではなく、例えばゴックといったらこのハイパーハンマーなんでこっちにつけるとかね、あとはなんかいろんなやつにこういうのがあったらそっちにつけるみたいな感じで展開していく、そういう感じになっているのかな。一応パッケージ上はこんな感じですね。やっぱりゴックがちょっと幅が広いのかな、なのでちょっと大きめの箱となってますね。で、側面がこんな感じ、裏がこうですね。はい、このシーンを再現するためにこういったハイパーハンマーがついてきてると。特にこちらの状態だと、どっかこの辺にね、ハイパーハンマー付属とかなんかね、これ書いてないんですよね。ただ一応稼働範囲がこうやって動いたりとか、こうやって物合いはこうやって稼働できますよっていうのは載ってますね。だからこの辺の付属品に関しては、こちらのさっきのね、表から見た感じだと、ガンダムにもしかしたらついてんじゃないのって思われる感じがしますけど、ガンダムにはこれついてきてないので、まあ多分こっちのね、ゴックの中に入ってんじゃないかなというふうに思います。で、反対側、あ、ここですね。こちらの、こちら商品イメージってやつのところにこれ入ってますね。ハンマー。ここに、劇中での、ガンダムとの交戦シーンを再現できるハイパーハンマーと専用手首が付属という書いてますんで、多分この専用手首っていうのはゴック側の話じゃないような気もするんですけど、ゴック側なのかな。まあこれはね、開ければ、まあ、すぐ分かることですね。で、あとここですね、物合いというかこう目のところにブスッとね、ビームサーベルが刺さった状態、それを再現するやつとか、まあ、被弾のこの辺とかね、いろいろ入ってたりとか、この、大口径バルカン重装甲車が付属と、劇中でのゴック上陸シーンを再現可能ととかね、いろいろなんか付属品がいっぱいあるみたいですね。はい、して上と下というふうになってます。はい、こんな感じですね。で、箱のね、梱包の仕方が悪いとね、ここへこむんですよ。なので、多分店頭で売ってるやつは問題ないと思うんですけどね、ちょっとね、おまとめとかね、ドーンって箱、一緒にね、梱包されるときにちょっとこの箱のへこみ、それが起こってる可能性があるんで、ちょっと注意かな。はい、ということで、ここから開けていきたいと思います。ではレッツオープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。まあ、ゴック本体とここのところに、腹部の、メガ粒子砲エフェクトっていうのが入ってますね。これがハイパーハンマー、思ったよりでっかいですね。で、これがバックパックなのかな。で、もともとこちらの背中にはついてないみたいなんで、まあなぜかバラになってるって感じですね。で、こちらが先ほど言った大口径バルカン重装甲車ってやつですね。あと後継の手首パーツと、これガンダムのシールド用のグリップです。なんでついてるのかなってちょっと思いますけど、まあ後でやりたいと思います。あとこちらがね、エフェクトですね。目のところにブスッとビームサーベルが刺さった時用のエフェクトとかね、あとこの辺にクリアパーツみたいな感じで、いろいろ入ってるみたいですね。はい、で、ケースをね、こう裏に見ていくと、はい、こんな感じですね。ここのところバックパックついてないですね。これ別についててもよかったんじゃないかなって思うんですけどね、なぜか別パーツ化されてますね。で、一応説明書の方がこういう風にベンとありまして、はい、本体の組み立て、あとは本体の稼働範囲がどうのこうのって載ってたり、先ほどの物合い用サーベルエフェクト、そうですね、これは頭部を外してもともとついてる物合い外してサーベルグリップを用意してさらにブスッと刺すっていうね。で、バーニアエフェクト、これはシャア専用ズゴックだけではないと思うんですけど、他のところはね、バーニアエフェクト持ってきてつけることもできますよと。して腹部にこれメガ粒子砲のエフェクトがつけたりとかね、まあ、物合いもこうやって動きますよとか、大口径バルカン、大口径バルカン重装甲車ですね、その先端にはザクマシンガンのエフェクトをつけることができますとか、爆発エフェクトをこちらのメガ粒子発射口のところにクリアパーツかな、それを返すことによって、まあ、一部ボカーンとね、爆発してるみたいなところもできますよと。で、公開のガンダムシールドグリップ、これですね、
これは、まあ後でやりますけど、ちょっと取り付け位置が違う風にできるっていう感じかな。ちょっとポーズを構えた時、まあやった時にシールドの角度を微調整できる、そういうためのこういうグリップですね。してディスプレイ用の穴はここのところのカバーを外せとか、ハイパーハンマーはこうですよという風に全部こう載ってます。で、裏側はいつもの通り真っ白という感じです。はい、ということでこちらですね、このケースから、パーツ一式全部出して並べていきたいと思います。はい、パーツ一式並べ終わりました。メガ粒子4エフェクトと、こちらですね、これは腹部のここですね、ここの赤と黄色、ここのところに取り付けて、まあ、爆発エフェクトを取り付けるための、まあ、ジョイントパーツ。そしてこのちっちゃいやつですね、このちっちゃいピンみたいなやつは、この手ではなさそうですね、どっかの手、あ、これですね、多分これだと思いますけど、ここのところにプチッとつけてあげることによって、このハイパーハンマー、これのここに各種にね、これ穴ありますけど、ここのところとこう接続して、このハイパーハンマーをこうね手で押さえたみたいなね、その状態を再現するための、接続用の中間ピンですね。で、ここら辺の手首パーツ、バーニアというかバックパックで、ゴック本体とサーベルのエフェクト、グリップ、ハイパーハンマーという風になっております。で、実はね、これ個体差もあると思うんですけど、実はこれちょっと稼働させるっていうかね、ちょっと軽く動かしている最中に、これ分かりますかね、指にこう黒い線がついてるんですけど、これ多分塗料です。こちら触る前にはなかったんで、どっかの塗料が微妙にもしかしたら乾いてないのか、隙間かどっかのところに残ってたのかもしれないんですけど、なんかね、触った時についたっぽいので、こちらね、もし新品で買ったりするときに、その辺がね、ある可能性があるので、ちょっとね、取り扱い注意しないと、こうやってね、指汚れる可能性がちょっとありました。はい。ということで、とりあえずパーツ一式、手前の方にザザザッと寄せるんですけど、寄せるんですけど、その際に、このピンですね、このピン非常にちっちゃいです。で、さらに、予備、一個もないんでね、なくしたら終わりなんで、ちょっと注意した方がいいと思います。よいしょと。で、こちらですね、これゴックですね。まず、この状態でぐるり回しますね。はい、こんな感じです。まあ背中に何もついてないんで、ちょっと寂しいは寂しいですね。まあこちらの状態にバックパックですね、それを用意して、そのままブスリと刺してあげれば OK と。で、まあ普通に分かると思いますけど、こちらのねバーニアノズルが下だっていうのは分かると思います。反対には入らないようになってます。で、一応ここのところ、この斜めになってるピンとピンがあって、さらにサイドのこの黒が合うようになってるんで、これでバチンと入れてあげる感じですね。サクッと入るっていうのも、こうやってガチッと入っちゃうんで、もしかしたら抜くの大変かな。まあ一応こういう風にしっかり入りますね。一応こんな感じです。ではちょっと可動範囲いきたいと思います。まず頭部ですね。頭部は、こう、なんていうんですかね。ここの V 字の、ここですね。この V 字のこいつが、ぐぼって浮いて、こうやって動くっていうのも、根元の部分のブロックごと一緒に動くって感じかな。だから、大きく動かしすぎると隙間が見えますけど、そうじゃなければね、結構上に向けたりとか、グッてやっぱ下とかね、結構広めな感じですね。まあ、可動範囲は多分これが限界かな。あとはまあ、物合いの部分でね、稼働させる形になると思うんで、基本としては、まあ、これぐらいが、まあ、限界かなというふうに思います。で、次に腕ですね。腕自体はこういうふうにグリッと動くと。まあ、肩ですね。この肩アーマーが、この腕側ですね。腕の方にくっついてる感じになってるんで、非常に広めと。で、こう根元の部分でグイッて動かせるんで、これ分かりますかね、キュッて出てきましたね。これのおかげで非常に腕が広く動かせるんで、あのハイパーハンマーをこちらでキュッてこうキャッチしましたみたいなね、その状態にも結構、動かしやすく、まあポージングもやりやすいんじゃないかなと思います。ただ変にねなっちゃうと、こういう風に隙間が目立っちゃうんで、戻すときにはしっかりと戻してあげる必要性があります。で、あと腕の部分もここですね、根元の部分でこうやって動くんで、これのこの蛇腹みたいな、ここの部分の可動域の部分を考えないと、今みたいに簡単に手首が取れたりするんでね、これもしっかりとまあ判断してつけてあげると。ただ手首の部分がね、結構そんなにバチッと入ったらもう二度と取れませんぐらいな硬さではなく、結構簡単に取れちゃうんで、ちょっとねこうポージングやってる最中にポロッと取れる可能性がちょっとありますね。あと根元の部分、ここの部分でこう可動できるんですけど、先ほども言った通り、こちらの、ね、ボールジョイント、これがそんなに強くないので、こうちょっと腕のこう向きをこう調整している最中にこうやって取れちゃうんで、ここだけかな、もうちょっときつめでもよかったんじゃないかなってちょっと思っちゃいますね。これ以上入らないと思うんで、うん、力かけてもやっぱ入らないんで、これが限界ですね。なのでここに関してはちょっと弱いっていう感じですね。なのでもともとこれ動く向きを
把握しておかないと簡単に取れちゃうと。ただこれ完全に個体差ですね。右の方はまだちょっと固めなんで、うん、ちょっとバランスが、うん、悪いかなという感じでね。まあ可動に関してのバランスではなく、この保持力に関してのねバランスですね。でボディがここですね、ここの部分で上と下、そして真ん中の腹部、ここの部分で3段階で動くって感じかな。まあここに関しては一応多少ひねれる感じですね。ただ大きく動かすのは下ですね、この腰のここの部分でこうひねったり動かしたりすることができると。で脚部は一応下の方に引き出し機構みたいな感じにはなってないね。このももの部分っていうか、こいつがここで覗いてる、こいつ、そして脚部のここ、これの間に挟まってる感じなんで、ちょっとこうくる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 、まあ、動いちゃう感じですね。で足はここまで、まあ、90度というかね、二重関節になってますね。で足首がここ、おお、こんなに動いちゃうんだっていうぐらいガバッと動きますね。なのでまあこうやって設置させた時にギュッとこうやって動くんで、非常に、まあ、設置性はいいですね。やっぱりこの底が広いだけあって、やっぱりバシッとね簡単に立たせれるっていうのもいいかなっていう感じですね。ただ腕ですよね、腕っていうか手首の部分、ここに関してはもともとついてるやつがちょっと、うん、保持力弱めって感じがしますね。以上ゴックは本体としてはこんな感じ。まあ悪くはないんじゃないですかね。まあ劇中まんまって感じかな。で、頭部こことかね、あとはまあ先ほども言った通り腹部のところからまあワンパーツつけてあげることによって爆発エフェクト、そちらをつけれるようになってるんですけど、特に他の肩とかこの辺にはないので、そこにもね、あのハードポイント的にちょっと穴あったら、それはそれで良かったんじゃないかなというふうに私は思います。でいつもだったらね、こう台座がないと立たないとかいう可能性があるんですけど、これはね簡単に立ちますね。で後ろのここのところですね、ここのところ蓋になってるんで、こいつをパコッと取ってあげると、これ穴が露出するよと。ただこれね初期だと硬いですね。はい、取れた。で取れたんですけど、これ今外すときに結構力かけて外しちゃうぐらいなんで、もしかしたらピュンと飛んじゃうんで、飛ばないように、ね、注意した方がいいと思います。一応こういう風にね蓋外してつけることができるんですけど、蓋外すことによって余剰品が増えちゃうんだよね。そこがちょっと気になる点かな。はい、一応こんな感じです。で、付属の手首ですね、手首の方を交換するときには、まあ、ここから普通にブジッと外してあげて、こちら以外の手首ですね、それがまあこういう風に雑に持ってますけど、まあ2パターンですね。こういうさっきのやつと比べて、もっと指がこうまっすぐビュッて伸びてるパターンと、こちらのシュッと降りてるやつですね。どっちかっていうとこちらにへこみっていうかね穴があるんで、これはハイパーハンマー用だという感じですね。なので選択したもう一個の手首、これを選んだとして、こいつをここのところにまあプチッとつけてあげると。はい、こんな感じですね。はい、こういう感じです。微妙に人差し指と中指がもっとグッと開いてるとかね、それぐらいの感じかな。まあ、一応こういう風に、まあ、交換することができますという形となっております。どっちかというとね、こっちのもうちょっとこうガッと開いてるやつの方が結構使い勝手はいいのかなという感じがしますね。そして次に、物への稼働ですね。まあ物への稼働はここの物合い部分を指で押さえてギューッと動かしてあげると動きます。ただそうじゃない場合は、ここの頭部カバーを外してあげると、ここの中でこうやって黒いのがありますね。これをぐりぐり動かしてあげて、まあ調整してあげると。あんまり大きく動かしちゃうと、今度こちらのね、カバーのところから目が今度見えなくなっちゃうんでね。まあ過剰にやるとこんな感じかな。こういうふうに動かすことができますと。あとは元の状態に戻してあげたり、で、蓋を戻すとこういう感じと。だから基本的にこの物合いってちょっとポコッと出てるんで、これで指でこうやって触れるんでね、これで調整してあげた方がやりやすいかな。こちらのね、ボールっていうかね、こちらの中のやつもそんなにね、ガチガチではないんで、これぐらいで調整するのがやりやすいかもしれないですね。はい。以上、まあ物合いの稼働としてはこんな形となります。で、腹部のここのところに付属のエフェクトをブスリと刺してあげると、こういう感じですね。こういう感じで、まあ、腹部のメガ粒子砲発射状態を再現できますという感じになっております。ただこれ、上からこうやってもし何かが落ちてきたりすると、今度根元のこの黄色いやつがね、折れちゃうんで、これは、うん、正直ずっとつけっぱなしにするのはあんまりおすすめしないかなと。もしこっちのね、根元の部分の破損を気にするんであれば、逆にこれちょっと浮かし気味に、ちょっと離し目にしといて、
魂ステージのフックリップのところでこうやって挟んであげて、下からこうやって宙に浮かせるようにした方がいいかな。本当はこう刺した方がね、一体感があっていいんですけど、なんか物が落ちてきて壊れるってことを考えると、そういうのはこうやってちょっと浮かし気味にしておいた方が私はいいと思います。まあ、一応こんな風につけることができますという感じです。で、これと同じような要領でこちらのパーツですね、これをブスッと刺してあげて、ここに爆発のエフェクトをつけてあげると、この辺が被弾と。で、これなしの状態で頭部に穴があるので、ここにつけてあげると、まあ、頭部のこの辺で爆発というような状態にできるという感じになっております。そしてゴックといったら、やっぱりこの腕を内部にこう格納して、こう蓋みたくした状態ですね。それをまあ再現できるパーツがあるんですけど、それは一旦こう腕をね引っこ抜く必要性があるよと。で、その際ここのこの茶色ではなく、こっちのね黄土色っていうかね、こちらの部分を下の方に引っこ抜いてあげると、こういう風に抜けますよと。で、肩はこう肩カバーというかね、はこんな感じで動くよっていうのも確認できるんですけど、これのこっち側ですね、グレーの方ではなく茶色側ですね、まあ、肩アーマー側にピンがあるんで、ここのところに専用の手首パーツ、こちらをここのところにブスリと差し込んであげて、これで収納状態を再現するという感じですね。はい、まあ、こうやってやると、まあ普通にこっち切られてなくなったかのように見えますけど、こういう風にすることができるんで、反対側ですね、反対側も同じくここから引っこ抜きまして、でカバー状態ですね、あの収納状態というか、こちらのやつをここのところに差し込んであげることによって、はい、こういう風にできるよと。で、あとこの状態で物合いの方をもっと上の方にしてあげて、はい、こういう風にすると、まあ先行っていうかね、こうスイッチをこの状態で進んできてるよと。で、その際にバーニアっていうかね、バーニアエフェクトをここのところでつけてあげたりとか、ここの後ろここから入れてあげたりとかね、そういう風にしてあげたら、もっとより、まあ、リアリティがあるのかなと。こういうね収納パーツもちゃんとついてきております。で、マスターグレードですね、あちらだと最初からあの収納のこのカバーではなく、中にこう腕をこう格納、これがグググッと入って、これじゃちょっとできないですよね。腕の手首をこうギュッとしっかり曲げ込んで、可動指なんでこういう風に曲げてあげて、ここで内部再現みたいな感じでできたんですけど、さすがにちょっとねサイズの関係でそこの部分はちょっとできなかったみたいですね。あとハイグレードというかね、 HG かな、あちらだと確か同じくこれみたくね蓋で再現だったんじゃないかなと思います。ただそういう風にね、劇中のワンシーンをちゃんとね再現できるような、そういうパーツが付属しているのは、まあ良い点ではないでしょうかね。はい、あとはですね、付属しているのがこのゴックのものというかね、あとこちらのね大口径のこちらとか、あとはハイパーハンマー、はい、あとはサーベルのこちらとか、まあサーベルエフェクトとかね、こちらのグリップ、まあこちらに関しては、まあガンダム絡みですね。はい、まあこれは違うかもしれないですけどね。で、一応こちらのハイパーハンマーは最後の方にありますけど、こちらですね、まずこのエフェクトとグリップ、まずエフェクトに関してはこちらのヘッドのカバーをここから取ってあげて、この物合いを抜くよと。ただ反対側から抜けるとかいうわけではないので、まあ前面側からなんとかしてこいつを抜くと。はい、物によっては非常にねがっちりはまってて取れない可能性もありますけど、まあ普通にこうやって取ってあげますと。そしてここのところにエフェクトパーツを入れるんではなく、先に、カバーを閉じますと。で、カバーを閉じると物合いのここのところね、穴ポコって開いちゃうんで、ここのところに、こいつをこのように差し込みますと。で、これだとちょっと寂しいので、ここのところにガンダムからサーベルグリップを持ってきて差し込んであげると、こういう風に、あとガンダムをここに、ね、手つけてあげたりすると刺した状態とか再現できて、あとは手の角度とかねをやったりすると、もっとねよりリアルな感じになると思います。一応こういう風なねエフェクトパーツもついております。で、これ外して、これも外して、で物合い戻す時にもう一回カバーをね外して元の状態に戻してあげますと。で、カバーをつけてあげて、はい、これで復旧完了という形になります。そしてこちらのシールドグリップですね、このシールドに対してのこのグリップは、もともとガンダムの方についているのがこれと。で、これ根元の部分が軸と玉の違いだけです。で、これがもともとガンダムのシールドで、こちらの下のところにつければこういう風に持てるんですけど、ここのように上のこのボールジョイントのこれみたく自由度がないわけですね。要はこれ外して、ここでこう持たせた時にこうですね、もうちょっと斜めにしたい、もうちょっと下にしたいとかね、もうちょっとひねりたいとか、そういう時にこれだと自由度がないのと、手でこうやって持たせた時にちょっと上すぎるんですよね。なので、これじゃなくこちらの玉のタイプにしてあげると
はい、こうですね。さっきよりもグリップが上についたんで、手で持たせた時の、まあ、バランス感が良くなったよと。でさらにちょっと上、ちょっと下、斜めとかね、この辺の結構自由度がちょっと高くなったっていうね。うん、これは結構いいんじゃないですかね。特にこう手でこうやって持たせて構えた時とかね、そういう時には非常にいい役割になると思います。はい、で最後にこちらハイパーハンマーですね。こちらハイパーハンマーなんですけど、これの各所にある穴でこちらのゴックと専用ピンでつなぐことによって、まあ保持できると、保持っていうかね、こう掴んだ状態で再現できると。それ以外にこれ穴のところに、これガンダムのバーニアパーツですけど、この差し込んであげると、もう一個ぐらい差すかな、これを差し込んであげると、こういうねボーッと出た感じが一気に出る感じがしますね。はい、こういう風にすることができるんで、あと他から持ってくればね、最大4つまで付けれるかなと。まあ、こんな感じでバーニアエフェクトも使うことができると。で反対側のこちらのグリップですね、これそのままガンダムの持ち手のところに持たせてあげたら、それで OK という感じになるんで、まあ実際ね、ここの中間部分、これチェーンなんで、どうしてもこう保持できないわけですね。でそこでこのゴックのところをこう持たせてあげて、まあ、物合いの位置調整してあげて、でガンダムをここに構えてとかね、でさらにこれちょっと足元のところをこうやって置いてとかね、そういう風に配置してあげたら、まあより劇中に近いような感じにはなるのかなという風に思います。ということで一応参考としては、まあ説明書のこちらの画像のようになりますって書いてある、ここのやつですね。あとは箱、あちらをちょっと参考にして、ちょっとこのねゴックとガンダム組み合わせて、まあ劇中のワンシーン風のやつをちょっとねやってみたいと思います。はい、なんとなくやってみました。一応こんな感じかな。一応あの説明書の方だと、ゴックの、はい、あのゴックが両手でこう頭の上でこうバシッって掴んでるみたいな感じなんですけど、パッケージだとどっちかというとこう腹部っていうかね、こうガンとこうね胸のところでキャッチしてるみたいなんで、そちらとちょっとねこう合わせてみたらこんな感じになりましたと。ただちょっとチェーンがねこれ長いんで、どうしてもこれ地面についちゃってるんですね。これがちょっと気になるんで、もうちょっとピンって貼りたいんですけど、今度貼るとガンダム側が倒れちゃうんで、今度こっちにね魂ステージつけなきゃいけないっていう話になってくるんで、まあこれでいいかってことでこういう風にしてみました。まあ一応ねガンダムと組み合わせるとこういう風にできるんで、やっぱりね2つ揃えてこういう風にね組み合わせるとやっぱりいい感じになるかなと。ただちょっとゴックの股関節、そちらがちょっとね狭い感じがしたんで、引き出し機構っていうかね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、もうちょっとねガシガシ動かせるぐらいで良かったんじゃないかなというふうに私は思いました。まあ一応こんな風にね、まあ組むことができたんで、まあいい感じかな。特にあのやっぱりね、あのシールド、ガンダムのシールドの方の、専用グリップっていうかね、根元がボールジョイントになってるタイプのグリップ、これがついてることによってよりね、シールド構えやすくなったのかなという感じがしますね。まあで今回ついてるのはハイパーハンマーなんで、これじゃない方のねガンダムハンマー、もうちょっとトゲがねもうちょっと短くて丸っこい感じかな、それもなんかで付属してほしいなという感じはしますね。あとバズーカもう一個、私の印象としては最終決戦ってバズーカ2丁だったような記憶があるんでね、ゲームかなんかの設定の話かもしれないですけどね、なんかで、ね、2丁だった記憶があるんで、どっかでもう1丁欲しいのと、こちらハイパーハンマーなんで普通のガンダムハンマー、そちらもまあなんかのタイミングで出してほしいなと。一応ねジャベリンとかはあったんでね、そこぐらいかなと思いますね。あとは他に今のところゴック、次に出そうなのがアッガイかな。あとは魂ウェブ商店発売になってしまった量産型ゲルググとかね、あとはギャンとか、その辺がまだねまだまだ出てないのがいっぱいあるんで、うん、そちらもねどしどし出してほしいかなと。まあ、あとリックドム、リックドムはなんか魂ウェブ商店臭い感じがするなというふうに私はちょっと思っております。はい、ということで今回はロボット魂のこちらですね、ゴッグ、こちらの方を紹介していきました。ゴッグねもし持ってる方、逆にガンダム持ってる方はこっちもねやっぱり揃えてこういうふうにね組んで遊んでいただきたいかなというふうに思いました。はい、ということで次回ですね、次回は、一応テレビアニメですね、テレビアニメの方に登場したある意味外せないあいつだねをちょっと組んでいきたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。